はい、今日はですね、ロストジャッジメント、9月24日に、まあ、セガさんのね、ロストジャッジメント、ジャッジアイズの続編、木村拓哉さん、キムタクが主演を務めるゲームソフト、ロストジャッジメントですね。まあ、これについてね、週刊大衆の、日刊大衆だっけの記事でね、ちょっとなんか、これで終わりなんじゃないかみたいな記事が出てたんで、まあ、今日はね、それの紹介をしようと思います。ですね、まあ、自分もね、ジャッジアイズやったんですけども、まあ、これ、次のね、ロストジャッジメントで、キムタクがごとく終わるんじゃないかっていうね、まあ、ね、まあ、日刊大衆さんの記事なんですけどね、まあ、どんだけ本当だよみたいなね、気はするんですけど、まあ、それをね、ちょっと見るとね、かっこ芸能プロ関係者、かっこ、まあ、現代と一緒の感じですよ。永田町事情通とかですね、まあ、政界事情通とか出てくるじゃないですか。あんなん全部嘘ですからね。だから、この芸能プロ関係者もいるかどうかは分かんないんですよね。9月に発売される2作目以降の作品にも期待する声があったのですが、残念なことにどうやら2作目のロストジャッジメントでシリーズは終了となるようなんです。本当かよっていうね。まあね、日刊現代レベルのね、記事ですけど、というのもゲームメーカーサイドとジャニーズサイドでゲームを発売するプラットフォームをめぐって折り合いがつかなかったと言われています。芸能プロ関係者いるんですかね。喋、る机とかありますけどね。本当にいるかどうかは分かんないですけど、本当ですかね。まあ、次のページも見てみますけど。なんだっけ、日刊大衆の7月12日の記事ですけど、まあ10日前くらい、あ、1週間前くらいですかね。なんかですね、まあ要するに、なんていうのかな。要するにジャニーズサイドが何だっけな、パソコン用のプラットフォームである Steam での対応に否定的だったな。 Steam で売っ、でも Steam 売ってたっけ、ジャッジアイズ。ジャッジアイズ Steam で売ってたような気がするんですよね。ジャニーズはタレントの肖像権管理が厳しく、画像のネット展開も一部にとどまっています。ゲーム機のソフトではなく、インターネットに直結するパソコン用のプラットフォームであることが問題視されたのでしょうか。本当かよっていう。しかし、ゲームメーカーとしては Steam で配信できないのであれば、ビジネス的に非常に厳しいと判断して、2作目のロストジャッジメントでシリーズ終了となるようです。芸能プロ関係者、いるの？まあ本当ですかね。まあこういう理由付けらしいんですけどね。まあ、木村さんはかなりのゲーム好き。なんかやってたっけ？ジャッジアイ、なんか一応名越さんとインタビュー動画とかありましたよね。まあ、まあ本当にどうなるかわかんないですけど。まあね、シリーズ続行を強く望んでいたらしいですよ、木村拓哉さんはね。まあ、ジャニーズ内でも特例の、まあどうですかね、パソコン用、まあこう、そういう理由付けらしいですよ。Steam でなんか、なんていうのかな、なんか売ることを許可できないから、ロストジャッジメントで終わりみたいなね。本当ですかね。まあ、まあ別にね、木村拓哉さん主人公じゃないですか。まあ、もしね、木村、これロストジャッジメントで終わりって言っても、主人公が多分ね、すげ替えられるんじゃないかっていう伏線に思えますけどね。という気はするんですけど、春日一番主人公でいいんじゃないですかね。という気はせんでもない。という、この芸能プロ関係者がいるかどうかっていうね、まあ今日はね、こんな感じの、まあね、感想を述べますけども。主人公変えればいいんじゃないですかね。まあ、まあでもほら、今、ピエール事件とかあったじゃないですかね。前作。で、ほら、
コーネリアス名前なんていうの、小山田っていうのか小山田っていうのかよくわかんないですけど、あれ東京五輪のね、あれでなんかいろいろほじくり返されて辞任になっちゃったじゃないですか。まあ、ついさっきの話なんですけどね。だからね、こうなんていうのかな、こう予測不可能なさ、リスク、芸能人使うと予測不可能なリスクがかなり出てきているんで、やっぱもう桐生とか春日みたいにこうなんていうのか、もう架空のやつでいいんじゃないですかねっていう気は俺もしないでもない。リスクがでかすぎる。ジャッジアイズとかもすごく大変だったと思いますよ。ピエール、まあ、ピエールだった、自分ピエール版買っちゃったんで、まあ、その後ね、丸々すげ替えるって、いやだって予測不可能な事態が出てきたわけでしょ。それで、リソースを割くわけじゃないですか。人員限られてるわけでしょ。で、そのおかげで、多分、竜7とか、遅れたんじゃないですかね、開発とか。まあ、竜が如くシリーズ、竜スターって結構あれじゃないですか、バグ取りのやつとか結構自動化したりとかしててですね、確か早いんですよね。そのリリースは早いんですけど、ただやっぱああいう不測の事態ってなると、こうなんていうのかな、やっぱリソースを絶対に割かないといけないからね、まあ、いくらなんでもこう AI とかで、バグ取りとかをね、自動化して、としてもやっぱきついもんがあるんじゃないですかね。そもそもゲーセンとかもコロナでボコンとやられたじゃないですかね。いろいろ大変だと思うんですよね。もうほら桜革命の事件もあるわけだし、ね、桜革命ね、終わっちゃったけど、まあスマホゲーがなんていうのかな、まあこう交代気味ではあるんですけどね。ウマ娘でかなり交代したんじゃないですかね。まあでもウマ娘儲けてんだよなあれ、なんか知らんけど一応儲けてんでしょ、よくわかんないですけどね。まあ芸能プロ関係者ね、いるかどうかはわかりませんけど、まあでも俺らゲームファンにとってはキムタクがいなくなったとしても、多分ね、こうなんか桐生とか、まあ春日みたいなまた違う人たち、が出てくるんじゃないかなとは思いますね。まあ、ただほら、なんていうのかな、竜が如くセブンでなんていうのかな、 RPG になっちゃったんでこっちアクションじゃないですか。このアクションは一応俺も残してほしいとは思うんですよね。シリーズ伝統の喧嘩アクションだったじゃないですか。丸ボタンで、丸ボタンで掴んで投げたりとかね。いつも虎落としとか。虎落としでね、カウンター。これが一番強いんですけどね、虎落とし。これも、ジャッジアイズありましたよね。まあ、そのままですよ。まあ、桐生と、なんだっけ、秋山の混合バージョンみたいな感じのアクションだったんですけどね。桐生と秋山の混合バージョン。まあね、四角四角三角っていうね、やつだったんですけどね。ということで、8分喋ったんで。まあね、この方がいるかどうかはわかりません。ヨタ記事なのかもしれない。ということで、終わりです。